まあ、とりあえずサインお疲れ。軽ね、ちょっとコメントで付き合うならどっちかちょっと教えてくれる、軽く。もうコメントは関係ないからあ、コね。メント関係ない。じゃあ行くか。次誰？ちょっと、ちゃうけど、あと紹介してあげる。瀬名さん、お久しぶりです。お久しぶりすいでません。す。で、要件2つありまして、はい。まずは一応僕の弟みたいな子なんですけど、紹介させていただきたいなっていうのが、まあ1つ目なんで、駒井さん、女性で一番強い人、いや女性じゃなくて、まあ一番すごい人、す一ご番い。あ、見ました、前のバトル大会。バトルサミットですかバトルね。サミッあ、バトト。ルサミット。ありがとうございます。一応バトルは受けてくださるから、駒井さいや、ん、もし機会があったら、もうぜひぜひ。だから逆にバトル相手がいなくて困ってらっしゃるんだよ、強すぎて。あ、なるほど。コラボ今日だって送ってくれたの01さんだけです、今日、今のところ。もうつ4強コすぎラ、る。そう、4コラは誘われるんやけど、11で来ることがほぼないです。っていうぐらい。うわ。だから最近で言うと、無限がもうなんかそういうのあったじゃん。あった。で、もともと瀬名さんがそうだったの。私もずーっとそんなポツだ、ンで。瀬名さん、その説はちょっとなんかね、僕のまあ行動で不快にさせたのはそれすいませんでした。まあ全然、もう断れるのが当たり前ぐらいに思ってたんで。で、これからはまあバトル相手いなかったら全然来てください。ありがとうご逃げざいませまんのす。で。で、ありがとうございます。全然慣れたもんなんで。で、瀬名さん、こっからが本当にしょうもないんですけど、やっぱり、顔だけでしたら、僕ら二人付き合うならどっちかなっていうのを今やってまして、本当しょうもなくてすいません。そこただ、が今日のメインですか？まあ今日の一応しょうもないんですけど、まあ、直感で、本当になんか損得抜きでお願いしたいんですけど。まあ顔だけというか、まあ今のこのぜ感じでもいいですけどね。まあでも駒井さんのこと知らないからね。ひ。プロフィール見る限りは、ロバと人間のハーフと。いうことで。で、僕は実際お会いもしてます。そうだ、01さんと会ってます、実際に。お願いします。じゃあちょっと見た目だけですよね、中身。まあ、中身もわかんないですけど、いや、まあ、ちょっとずるいそれは。それはずるい見た目だけでお願いします。いや、本当にずるいそれ。見た目だけで。本当に私情を挟んで申し訳ないんですけれども、私ロバアレルギーで。ってことは、もう01さん一択です。前も瀬名さん、常夏とやった時も選んでいただけたんで、僕も大好きです。ありがとうございます。ありがとう。またお会いしたいです。何か授ぜ賞式やれひ。ば。ありがとうございました。バトルは今日困ってないですか？大丈夫ですか？誰ともやってないです、バトルは。いや、まあ、協力していただけたんで、バトルしたいっていうことであれば、もう一人入れて、ちゃんとやります。どうでしょうか？やってみます？別に、どっちでもいいけど、やってみたいはやってみたいやでってす。みたいですか？ただ私、美奈子ちゃんも寝とるし、結構みんな寝てるなのるほで、ど。逆に相手になるか分かんないけど、やってみたいです。じ駒井さん、すゃいません、駒井さん、フォローさせていただきます。あ。あ、すいません、こちらこそ、もう。駒井さんは、いい方です。ロバアレルギーは本当なのか。そう、結構リアルにロバアレルギー。先ほど、エンリケさん。はじめまして。エンリケさん、女帝です、TikTok の。すごい、知ってます。ですよね。嬉しい、ありがとうございます。
メンツエグく、あの、ちょっと一言言っていいですか。はい。エグすぎてすっげえやりづらいんですけど。で、組み合わせですけど、僕エンリケさんとチーム組んでいいですか。え、嬉しい。え、はい。私そんな自信ないのにですか。急に優しい。お願いします。お前さん、あの、いや、僕は、僕の全力でいきます。エソナさん、いくよ。嬉しい。エンリケさん、よろしくお願いします。人脈広げるよ。はい、ミュートにします。ミュートします。夜のエソナさん、しっかり勝って人脈広げていくよ。こういうのもやっていくよ。いくぞ。元気な人参加してね。まあ、連戦続いてるから出れる人出るんだよ。いい？タップは全員ね。タップは全員で、管理人さんアイテムチェックしてる？管理人さん多分アイテムチェックしてくれてるから結構溜まったと思う。出れる人ね、引っ張るよ。瀬名さんに勝とう。今ミラコさん寝てる。チャンス、チャンスだよ。いけるいける。新規さんもお願いします。新規さんも今聞いた。みんな、瀬名さんさ、もうバトルもしてもらえないんだって。俺、瀬名さんとこのコラボ増やしていい？みんな、うん、俺瀬名さん仲良くしたい。いい？みんな強いけどね。ね、いつも選んでくれるし、瀬名さん大好きだわ。自分持ってるし。いくぞ。まあでも敵なんで倒すよ。うん。で、名古屋同士絶対行く。うん。ここ5、94人、みんな行って。1バレでもいい、ブレスレット行って。これ94人、94ポイントじゃないよ。94人、引っ張って。そうそうそう、ナイスナイス。オッケーオッケー。相手いけないんじゃない？相手いける？よし、40秒行こう。そう、ナイス。モフナイス、モフナイスよ。続いて。いける人行って。いける人、20秒。チャム。ちょっと500コイン以上行って。頼む。ラスト10秒。チャンス。夢ナイス。まくれる。チャンス。いける、ラスト行って。ラストいける。3秒。ラストいける。え？ターちゃんナイス。雪化粧ナイス。よし、ラスト30秒、グローブ使おう。ミラコさん。はぁ、ハウスベール。ソラちゃんナイス。グローブ置こう。グローブ。いや、まだわかんない。まだわかんないよ。グローブある？夢30秒で置いて。夢30秒。ミラクル起こすぞ。ギア変えればワンチャンある。もう一個グローブある人。もう一個グローブある人。まだ諦めるには早い。愛もある。じゃあ愛58秒に置いて。そして夢も続けて置いて。うん。まだわかんない。ラスト行くぞ。わかんないよ。一発勝負して。グローブさせばワンチャンある。1000コイン以上行こう、行ける人。夢もう置いていい、グローブ連続で。わかんない。そう。差し込みやすいよ、これ。よーし、雪化粧ナイス。そう。
一発行きたいな、誰か行けばワンチャンあるんだけどな。全然ある、全然わかんない。そうそう、夢ないっす、夢諦めてない。雪化粧もいいよ、なあちゃん。相変わらずと10秒、くーちゃん、やっぱできないわ、セナさん。やっぱセナさんできないね。しょうがないね、これね。夢よく引っ張ってる深夜帯ね、ありがとう夢。でターちゃんもね、ありがとう。雪化粧ちゃんありがとうね、雪化粧ちゃん最近心強い。でくーちゃん諦めずよく言ったわ、くーちゃん。でせいやん、もふちゃん、えロンゲさん、ロンゲさんもナイス。配信者の人、配信者の人ね、よかったらワンライブ入ってください。でなーちゃん、ちゃむちゃん、おみつちゃん、うん、団結してるじゃん、素晴らしい。これセナさん強いわ、やばいね、やばいね、本当に。25この方私初めて見たかも、すごい人だわ。初めて見た、みなこちゃんはでも寝てました。みなこちゃんありがとうな、そう言ってくれて。体調は寝とったね。うん、あ、起きた、おはよう。ゼロワンさん、力になれなくてすいません。いやいや、エンリケさん、徐々に頑張っていきましょう。優しいね。いや、僕も初めそうだったんで、本当に、はい。なんか心折れそうになる、こういう失敗してると。いや、初めも、瀬名さん覚えてないかもしれないですけど、福岡駅の外で僕やっていただいて、覚えてくれとんや。覚えてます？で、覚えてますよ。それが初バトルだったんですけど、最後ドカーンとやっぱやられましたけど、徐々に来ましたから、エンリケさん大丈夫ですよ。初め、僕もそうだったんで、はい。うわー、でもそうやって言ってくれると、だからこうやって誰かに誘われてバトルするときはもう全部参加しといた方が、うん、言われても、そうです。エンリケさんだったら、うん、やっぱ瀬名さんのリスナーさんを見てるし、やっぱり何があるか分かんないですから、うん、あの私も全然あの3桁とかでした昔。本当に？はい、もうでもね、心折れそうやったけど、諦めずにやり続けた結果、今があるって感じです、本当。すごい、なんか説得力のある。結構メンタルやられるんですよね、本当、3桁、ね、とかだと。いやー、さっきだってゼロワンさんと勝負した時、3桁だったもん。いやー、まあそんなもんすよ。僕もそうでした。しゃあないっす。初めは、うん、全然わかんない。はい、フラッと来るんで。わかんない、大丈夫です。わかんないんでね、目が通る道っていうこともしてしてうん、うん、いやー、セナさん絶対にリベンジ、いつか。あー、でもセナちゃん、え、あ、セナちゃんフォローすみません、ありがとうございます。あ、はい、こちらこそ嬉しい、ありがとうございます。で、瀬名さん今後の予定って、はい、なんか立てあったりとか、ファンダム世界戦あるんですけど、どういう予定なんですか？なんか私あのカンコレ出ないといけないんで。あ、カンコレ選ばれたんですね。そうなんですよ、がっつり被ってるんで、世界戦のところに。へえ、うん、結局今んとこそこら辺に出る予定はないです、普通にやるって感じです。あ、普通にやって、で、カンコレが、見れるってことですね。見れますね。またプラダの服でドレス着るんすか？いや、あの、カンコレなんで、あの、衣装は、あの、あ、衣装を決めていただけてるんだ。はい、提供されるものを身につける感じですね。じゃあ、まあ、見ます、公式。あ、はい。はい。リアルでもね、お美しいんで。じゃあまあそういうことで、まあちょっと解散なんですけど、コマイ一勝一敗ね。ちなみにさっき瀬名さん、エンリケさんコマイ選んだんですよ。
で、瀬名さんは僕を選んでくれたんで、はいはい、駒井最終決着な。本当に最後ね。はい、じゃあまあね、やっぱりジェントルマンなんで僕たち落ちますんで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。またぜひ二人とかでも、あの、お願いします。あ、お願い。だから瀬名さんとこってミラコさんだけじゃないからね、強いよね。うん、でもリスナーさん、昨日からね、夜始まってよくやってます、うちは。